はあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。しておくぞ。ありがたく思え。
近くに物資反応があるみたいね。ここはもともと美術館として作られたそうよ。この付近に学術都市を作る計画があったの。美術館言われてみれば確かにそんな感じね。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプ。みたいね。どこかでキーを入手できないかしら。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。よっ。Huh?
なんとか倒れるのは早いわ。早く消さなきゃ。ほら、何をしてもみんな、ただ身を任せなさい。
俺たち大人気？危なかったわ。おいおい、ここは怪異の研究施設じゃなかったのか？こいつはまるで工場じゃねえか。しかも、なんだこの変な匂いは。胸がムカついて仕方ない。一体何を作っているの？え？あれって、アンプル。やっぱりそうだわ。あの時セイラン軍が落としていったものと同じ。セイラン軍が落としていった？ねえカサネ、そのことを詳しく教えてくれる？ふん、ナオミちゃんが怪異化した時、彼女を連れ去ったセイラン駐留軍が落としたものか。そこはセイランの研究所なんだし、駐留軍が持っていたこと自体はおかしくないわよね。だがあのアンプルをカサネは子供の頃に家で見ていたんだよな。ええ、ランドール重工の仕事関係のものだと思う。製薬会社とも提携していたし。その提携先ってスプリング製薬だったわよね。嵐の家の会社でしょ。何か知らなかったの？ああ、残念ながらこの施設についてもアンプルについても私は何も知らないんだよ。海抜群で広報なんて面倒ごとをやらされていたからな。ま、今から取りこぼした情報を救えばいいだけだがね。嵐、あなたまた勝手に何かやっているわね。情報活動の基本は最も確実性の高い方法で迅速に情報を入手することだ。ひゅわ、さすが嵐。セキュリティなんてあってないようなものってか。しかしクローズとしているからと甘く見ているな。真相領域まで筒抜け。なんだこれは。何を見つけたの？データの共有をお願い。何々。ニューヒムカとの決戦において貴重な戦力となる怪異兵器だと。この映像は怪異に人の脳を移植してる。指令者である超能力者の脳と怪異の脳をさせてつなぎ制御する。人と怪異を一緒に戦わせるつもりとはね。いやはや怪異兵器とはよく言ったもんだ。吐き気がするような発想だ。しかしデータを見る限りまだ完成はしていないようだが。いや、そうじゃない。ただの怪異では成功していないようだが、この実験はもっとおぞましいものだ。サスの適応力を高めるために人間由来の怪異を利用？あ
ありえない、人道に反しているわ。やれやれ、カレン連隊長はニューヒムカを悪く言ってたが、こりゃセイランも真っ当とは言い切れないぞ。カレン連隊長、どうしてこの施設を僕たちに隠そうとしたんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃんを探さなきゃ。待て、カサネ、落ち着け。ここで焦って発見されたら何にもならないぞ。ええ、その通りだわ。嵐、ナオミがいそうな場所がわかる。ああ、すぐに調べる。この先に警備レベルが高い広めのエリアがある。怪しいのはそこだ。わかったわ。そこまで行ってみましょう。無事を確認しないとね。データからするとここはスプリング製薬の工場で間違いないようだ。残念だよ。セイランとスプリング製薬の共同運営なんだろうね。スプリングの名を今ほど恥じたことはない。お姉ちゃんはこの施設のどこかにいるわ。なるべく早く見つけなきゃ。変わる足で。これは何かの制御装置かしら。嵐、調べられる？はあ、やれやれ、扉一つに無駄な苦労をさせられるね。さて、これは一体何の。まさか、カイ擬態していたってこと？複数の怪異反応を捉えた。みんな気をつけて。殲滅するわよ。さっきの資料の中に似たような姿があったぞ。人の脳を怪異に移植した例として挙げられていたが。いただく。つまり実験中の怪異兵器ってことか。はっ、何かしら。
足元に何か聞こえる。私たちの位置を探っているの。カサネ、警戒して。やるじゃねえの。力を渡して。
ことだって。仕留めた。ダメだ。私はしばらく動けないよ。さっさと手当てしとくか。やるじゃねえの。ありがたく思え。
放した力をうまく使ってね。次、仕留めた。さっさと手当てしとくか。あれあれ、弱ってる隊員がいる。注意して。監視しておくぞ。そこ聞いてるわ。集団的に狙って。危ないところだ。でも。